イム。リベホイミ。よっしゃ。なんだか様子がおかしいわ。終わりだ、悪しき火竜よ。ヤタの鏡の力。元の姿、火竜の呪いの力はとても強く、そなたたちが火竜を弱らせてくれたおかげで。しかし何故火竜の体の、長く火竜になりすぎたらしい、私の順。最後に一つ頼みを聞いてほしい。私の母ヤヤクに伝えてくれ。オイラ、ここで火竜を見つけた時、オイラが母ちゃんを生贄にしたくなかったみたいに、ヤヤク様とオイラ同じだね。里に帰ろう、あーちゃん。みんなにほ、食い火竜を退治してくれた。母ちゃん。ああ、無事でよかった。許してちょうだい、里のためとは。私は誰も恨んだりしない。もう一度このヤヤク様は生贄だと言って信じていた長に裏切ら。おかしいの、みんな大人なのにどうし。人食い火竜を退治できたのはここにいるアンチ
ヤヤク様のしたことは許されないけど、もしヤヤきっとヤヤク様はずっとずーっとオイラたちに悪い、オイラたちを縛るものはもう何もないんだ。え、ヤヤク様とハリマ様の秘密はみんなには言わないことにするよ。二人はすぐには無理かもしれないけど、これからは自分たちの力。